の駅すごに来ました。もちろんこの時期、夏はトウモロコシ、もうあのトウモロコシは、九州で一番の産地、もう新鮮さが一番なんで、これを遠くから、福岡から来るから出しちゃう。あ、そうなんですか。めちゃめちゃ甘いです。メロンより甘い。それと、やっぱり今からの時期になると、夏からは荻のトマトとかね、これやっぱり赤完熟でね、あのこの色で出荷できるっていうのは産地ならではですね。一番人気のメニューは何ですか？そうですね、60年からやってます、はい、桃の一本揚げというのですね、はい、大きい唐揚げが一番人気ですね、はい。おいしい。プリプリしてて、なんて言うんだろう、柔らかい、すごく噛みやすくて、あっさりしてるから食べやすいと思います。肉うどんですね。肉うどんが一番人気になっております。うどんの歯ごたえもしっかりあって、お肉がすごい柔らかくて、そのお肉の味も染みててすごい美味しいです。